ピラティスインストラクターの土屋彩子です。いつもありがとうございます。今日はちょっと花小金教室からお送りしています。今回はピラティスというより、あるエクササイズなんですけれども、腹斜筋、このウエストのサイドの部分、くびれ作りに効果的な立って行える動きをご紹介したいと思います。で、まず見えますか、見えますかね。まずは足、腰幅ぐらいに開いてください。そして両手まっすぐ上に伸ばします。この状態で手を伸ばしたまま右に傾きます。ぐーっと傾きます。この時にこちら側の腹斜筋使ってます。で、ぐーっと元に戻ってきます。息を吐きながら、この反対です。吸いながらゆっくり戻ってきます。で、注意点としては、傾いた時に腰がこっちに移動しないようにしてください。要はこういうふうにいかない、こういうふうにいかない、この腰のところは安定させたまま上半身だけぐーっと横に倒れます。で、深く行く必要はないです。これは横に傾いて体側を伸ばすストレッチではないので、ここの最後の部分を使う、意識するための動きなので、そんなに角度いかなくていいです。ちょこっとでもとっても効きます。ちょっと分かりやすいように近くに行きますね。なんかちょっとサイズが出てますね。大丈夫です。ここの部分ですね、腹斜筋サイド、くびれ作りたい方ですか。腰幅ぐらいに立って両手まっすぐ上げます。で、横に倒しますが、腰は横に持っていかないです。持っていかないです。このまま息を吐きながらぐーっと横に倒していきます。吸いながらゆっくり戻って。今度反対です。はい、ゆっくりじんわり元に戻ってきます。こうやって早く動かすものもあるんですけど、結構これはかなり高度です。すごく腹斜筋を使います。腰は動かさない。固定した状態で上半身だけ倒します。ここの部分ですね。くびれ作りに、効果的な動きですので、ぜひとも立ってちょっと腹斜筋なんとかしたいかなっていう方は、行ってみてください。ありがとうございました。